どうもベジでーす、本日10月14日、YouTube 動画投稿2周年ありがとうございます。なんとかね2周年、続けてこれたかな。いろいろと毎日料理動画をねずっと上げてきておりました。1日1本っていうのをね目標に頑張ってやってきましたけど、どうだろう、本数的にはね、動画本数は670ぐらいまで来てるのかな、670本ぐらいまで今動画は上がってると思います。でこの10月に入ってね、この2周年迎えるにあたり、いろいろといろんな企画とかね、コーナー作ったりとかして今やっていってる状況でございます。でですね、突然ですがオリジナル曲っていうのはね、ちょっとすごい短い曲なんですけど、私作ったんですよ。作ったんだね。うん、作った。でね、今日はね、ちょっとみんなに聴いてもらおうかなと思って、めちゃくちゃ下手なんですけど、楽器もね、ウクレレをちょって弾いたぐらい、まだ全然練習できなくて、決して上手ではないです。だからもう聞きたくない人はちょっとスキップしていただいて、この美味しい料理の画面をね、見といていただくみたいな形の方がベストかなと思います。それではちょっとの時間だけお時間ください。聞いてください。ありがとう。雨が降り止んで気持ちが晴れたならば、心から伝えよう、いつもありがとう。怒ったり喜んだり泣いたり笑ったり、同じ時を過ごせるこの場所で出会えたこと、奇跡じゃない、だからありがとう。今日という日にありがとう、ここに来てくれたみんなの笑顔にありがとう。ずっとずっとご視聴ありがとうございました。ごめんね、下手な歌聞かせてごめんね、本当にごめん。でもね、なんか気持ちだからねさらっと聞いていただければ幸いかと思います。そう、2周年ということでね、私も外へ出ての動画っていうのはね、ほんとすごく撮りたかったんですよ。このところね、散策動画とか、コラボとかね、やらさせていただいて頑張ってきてるんですけど、なかなかお外に出れる機会っていうのがなくてですね、どうしてもこう 1、2年、新型コロナウイルスっていうのね影響でいろんなことをね制限されるっていうのがね常でしたんで、少しずつこれからはねお外へ出て撮影したり、あとキャンプとか釣り、スポーツ、いろんなことにね、やはり題名通り、あ、チャレンジフロム50 years old、 50歳からの挑戦ということでね、チャレンジしていきたいと思っております。釣り、スポーツ、実はね、昔は私はスポーツマンでございまして、病気をする前なんですけどね、今国の指定難病っていうのにちょっとかかってしまいまして、心臓病になるんですけどかかってしまいまして、いろいろと私の体的にもね制限っていうのはかかるんですけど、それをねこうクリアしながらできる部分をねどんどん挑戦していきたいなと思います。なかなかできないんですけど、少しずつね、お歌も歌っていきたいなと思っております。もう何でもかんでも本当にチャレンジ、今年1年この10月14日から次の来年2022年10月14日、この3周年を迎えるに
までにね、いろんな挑戦をしていきたいと思っております。そのためには日本全国飛び回りたいとも思っておりますので、もしよろしければ私の地域にこんな美味しい料理あるよとか、こんな食材あるよ、こういうことを教えてあげるよとかね、ありましたら、もし、コメントの方にねいただければね、時間調整してお伺いしたいなと思っております。まあ、近場の今私活動範囲が愛知県でね、今活動してるんですけど、今愛知県の方とねいろいろとコラボをね、打ち合わせしております。で、今後ね私もいろいろと考えてることはいっぱいあるんですけど、なかなかできない部分が多々ありましてですね、他府県、今度他府県のねコラボっていうのもね、どん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 取り入れてやっていきたいなと思っております。私の動画の中にはね料理動画あって、でベジーと学ぼうっていうねコーナーを今後作っていくんですけど、これはあの全国、日本全国のねお野菜だったり、その土地土地にしかね売られていないお野菜、まあ日頃ねスーパーとかでね、お目にかかることのできないような食材をねご紹介して、一緒にね勉強していけたらなと思っております。あ、こんな食材あったんだねって、こんな調理法もあるんだねっていうのをね、皆さんと一緒に勉強していけたらなと思います。そして農業体験とかね、農家さんとね、タイアップして農業体験とか、いろんなチャレンジもねしていきたいと思っておりますので、まだベジーと学ぼうのコーナーは撮ってないのかな、来週ぐらい10月のね中旬ぐらいにね一度撮影させていただくアポイント取れておりますので、ベジタナ学ぼうのコーナー、11月ぐらいから始められるかな、撮影の方を順調に進めていきたいと思っておりますね。皆さんもね日々ねコツ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 やり続けることってやっぱり 大事だなってねずっと思っておりますね。最初1年の時なんかね、本当に人数が少なくてチャンネル登録者の方少なくて全然増えないねって言っててね、まあ、日々、まあ、自分が作った料理なんでね、編集してアップして、まあ、好きな人、見てくれる人いたら見てねっていう形でね動画を撮り続けておりました。で2年今年の8月ぐらいに1000人チャンネル登録者様1000人突破して、なんかちょっと気持ちが切り替わりましたかね。やっぱ1000人っていう壁っていうのがねすごく引っかかっておりまして、それを超えた後はね気楽じゃないんですけど、まだこれからどん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 増やしていきゃいけないのでね、増やしていかなきゃいけないので気楽っていうわけではないんですけど、1万人10万人100万人とね、増やしていけたらいいなと思っております。そのためにも動画の内容をねいろんな顔出ししたりとか、いろんな動く動画、チャレンジ動画とかもねどんどん撮っていかなきゃいけないなっていうのは思っておりますし、まあそれまた皆さんにねご協力いただいて、いろんな場所を提供していただいたり、いろんな食材をね、紹介していただいたり、まだね私の知らない食材なんか山ほどあるんですよ、ね、私の動画で以前河内農園さんっていうね農園さんで栽培されているお野菜をね数点ご紹介させていただいたんですけど、その中でもね私全く知らなかったもんね、いただいた後に調べて、あこういう調理法がいいのかな、こういう調理法にするんならこれかなみたいな形で自分で考えて動画アップさせていただいたんですけど、まあ他にねすごい多分農家さんに聞くと美味しい料理法とかねいっぱいあるはずなんですよね。そういうのもね一緒に勉強していけたらなって思っております。ベジーの部屋っていうのはね、まあ、本当にいろんな方の紹介だったり、いろんな場所いろんを紹介するコーナーになるのかな、あとはまあレギュラー動画、毎日動画1本朝6時必ず朝6時に、日々の動画というのはアップしていく予定でおります。まあ、今後の活動についてはね、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、突然撮影突然アップとかねいろんなことはねやっぱり出てきます。そして YouTuber さん同士のコラボとかもねどんどんやっていきたいなと思っておりますので、もしね気になる方がお見えになりましたら、こんなことチャレンジしないですかみたいな感じで ね YouTuber さんもし見てたら、チャンネル登録していただいてコラボの申し込みよろしくお願いします。それでこちらからも突然コラボの申し込みをするかもしれないですね。なんか体の許す限り行動をしていきたいなと思っておりますので、皆様
今後ともどうぞ From 50 Veggie をよろしくお願いいたします。短くなりましたが YouTube 動画投稿2周年記念動画でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またねー。